乾杯。はい、こんにちは、アンソニーです。実は今月頭に YouTube を始めてちょうど1年となりました。アップした動画の数もちょうど300本、そして先日チャンネル登録者数が3000人を超えました。本当にありがとうございます。なんていう動画をね、去年は作ったんですが、今年は残念ながらそこまで元気はございません。そんなアンソニーのほろ酔い雑談へようこそということで、先日誕生日を迎えまして、41歳になりました。で、ちょっと奮発してですね、とっておきのお酒を買いました。ほろ酔い雑談を始めた時からもういつかこのお酒を紹介したいなと、もうずーっと思ってたんですよ。もうそれぐらいね、とっておきのお酒です。ちょっと高いんですけどね、お見せしましょう。ちなみに今日は喋りたいことが結構たくさんありまして、かなり長くなると思います。まあ動画が20分を超えたら2本に分けてアップするかもしれませんけど、楽天のグラッパハウスというお店で買いました。送料無料で税込み 11,600円ぐらいです。高いですよね。おー、こうなってんのか。ベルタのトレソーリトレグラッパディネッピオーロ2005年というものですね。700ml でアルコールは 44% です。で、これがどれだけ好きかっていうとですね、はい、以前のボトル、そしてもう一本空のボトルがあります。こっちが2000年で、こっちが1999年ですね。ちょっと残念ながらボトルが安っぽくなってるかな。まずこのキャップがね、以前はこういうウッドのすごいかっこいいキャップだったんですけれども、これはガラスかな、いやプラスチックっぽいな、ちょっと安っぽいキャップになってますね。で、以前のはこういう風にちょっとね、いい感じの曲線美があったんですけれども、今回のはこういったボトルになってます。まあこれもね、悪くないですけどね、ここがちょっと艶消しになってたりして、うん。グラッパっていうお酒は私もよくわからないんですけど、なんかワインを作る時の搾りかすを使って、そっからさらになんかやるんでしょうね。それで作るお酒だそうです。この匂いたまらんわ、マジで。うん、ちょっとね、このキャップがやっぱり安っぽいかな。やっぱりね、ちょっとウッドの方がかっこいい感じはしますね。で、グラスがですね、10年ぐらい前に、パリに旅行に行った時に、飲みの市で買ったなんちゃってグラッパグラスですね。私もよくわからないんですが、グラッパグラスっていうのは、ここがね、こうくびれてるっていう特徴があるらしいんですよ。その方が香りを十分に楽しめるっていうものらしいんですが、これね、ここ中身が詰まっちゃってるんですよね。こっから上しか入らないんですよ。なので、まあ、なんちゃってグラスですけど、これね、確か2脚で500円とか、それぐらい安かったんで、まあ、可愛いんでね、買ってみました。ちょっと、継ぎにくいんですが、それではいただきます。
うん。ああ、来るわ、やっぱり。もうこのお酒はね、もうとにもかくにも香りなんですよ。もうすんごいもう強烈な甘ったるい香りがね、するんですよね。で、もう鼻を近づけただけでもすんごい香りが立つし、もう喉に通した後にもう体の中からうわーってこう、たまらなくいい香りが鼻をついてくるんですよね。ほんと、一口ずつこう舐めるようにちょっとずつ飲むのがたまらなく美味しいですね。興味のある方はね、ベルタとグラッパっていう単語で検索したらすぐ出てくると思います。ただちょっと今回の2005年のものは、僕の記憶が正しければ以前の99年や2000年のものに比べると若干香りがほんのちょっとですけど弱まったような気もしますね。まあいいや。で、まあちょっと前の動画でもお話ししたんですけれども、誕生日の1ヶ月前にぎっくり腰をやっちゃって、でもう6、7割ぐらいは治りかけてきたかなっていう感じなんですね。まあ当然まだ痛みはあるんですけれども、日常生活はほぼ普通にできてます。でそんな矢先にですね、誕生日の前日に今度は肉離れをやっちゃったんですよ。左の太ももの裏側なんですけれども、やっちゃった理由がまあ恥ずかしくて、その日、仕事がお昼からだったので普通に昼前に家を出て歩いてたんですよ。で、ちょっと信号が青から黄色に変わるなと思ってちょっと小走りで走ったんですね。それだけです。それだけで肉離れしちゃったんですよ。ありえます？そんなの。もうね、情けないったらありゃしないっていうか、もうぎっくり腰からの肉離れですよ。もうこんだけ続いたらもう厄年かよって言いたくもなりますけど、男の厄年って何歳でしたっけ？まあ僕は全く気にはしないんですけど、厄年って気にします？あんな馬鹿げた迷信を気にする方がおかしいと思うんですけど、昔はね、それなりに意味があったと思うんですよ。こう人生の転機とか、こう大きな病気を患いやすい年頃とかあると思うんで。ただその平均寿命が40歳50歳だった頃の厄年が、平均寿命がまあ80歳とかの現代に当てはまるわけがないですよね。まあ結果としてね、こうなんか悪いことがあって振り返ってみたら、あ、厄年だったっていうのはあると思いますけれども、まあ、少なくともぎっくり腰も肉離れも、もう原因は明らかで、まあ、運動不足という不摂生以外の何者でもないですからね。まあ厄年とか関係なくですね、自覚して体調管理に努めたいと思います。ところで、誕生日の月は動画投稿を始めた月でもありまして、2012年11月に YouTube を始めてちょうど2年になりました。まあ、今年は、まあ、誕生日よりこの YouTube 2周年っていう方が嬉しいかな。それで、まあここからがね、ようやくこう見てくださっている方には興味のある話かもしれませんけれども、その撮影のために機材を強化します。